会社の同僚が2010年の7月頃パールモンがあるよっていうのを教えてくれました。自分はもともとマッサージとか人の体を癒すとかツボを押すとかそういうのに興味がありましたので、ちょっと気功を習ってみようかなと思ったので、気功師になればお金持ちになれるのかなと思いまして、ちょっと興味を持ちました。インターネットで調べたんです。横浜の責任者の方の電話番号がありましたので、その方に電話をかけました。テンポーリンという本をいただきました。パールモンを学ぶ人は病気治療はしてはいけないとはっきり書いてありましたので、自分もその通り、その本の教えの通りに気功治療をすることはやめました。本にはやはり、五式の方法を、しっかりやって、で座禅とか第二工法とかは長くやればやるほど効果が現れるっていうのを書いてあったので、座禅もやはり徐々に、で最終的には1時間あるいはそれ以上できるようにはなりました。その当時は警備会社に勤めてて、勤務も激務なんですね。警備員って結構立ち仕事とかそういう巡回とか足を使う仕事が多いので、左膝が少し痛くなっちゃったんですね。我慢して頑張っちゃったら、もうそれが最終的にも激痛になってしまって、もう本当足を引きずるようになってしまったので、でやっぱ会社を休むと普通の人の心に流されて、それ座禅だ、学校だっていうことも忘れてっちゃって、やっぱ修練者としては出入りしてはいけないような場所にまで出入りして、そういうようなちょっと良くない生活になってしまいました。頭がなんか徐々に結構痛くなってきちゃったんですね。で最初の頃はもう、まあなんていうかもう、まあいいやこんな寝ちゃえばいいんだみたいな、こうやってそれがもうどうしようもなくなって、もうガンガンするような激痛になってしまいまして、このままこの放置しといたら脳梗塞あるいは 脳内出血それになって、もうこういう体のね半身がちょっとこうに悪くなるような、そういうような状態になってしまうと、もう自分では確信しました。でも恐怖とか不安はなかったんです。というのは自業自得因果応報っていう言葉もありますから、やっぱ自分が良くないことをしているからこんな結果になってしまったので、だからもうここではもう本当に修練の道に戻るか、あるいは脳内出血でもなって、それでちょっと体半身が悪くなって、それでもう不本意な生き方をするか、どちらしかないかと思う、その時分かりました。で試しに布団の上でちょっと座禅ここに座ったんですね、はい、そうするとやっぱりこの痛みがある程度スーッと消えたんです、あ本当です、やっぱこれは、修練の道に戻るしかない、もう確信しました。よかったですね。あと8ヶ月とかそれぐらいしか定年までなかったんです。会社を辞めて活動に専念することにしました。30年間も勤めたから、はい、まあ、何ヶ月かね失業保険とかもらえる制度が日本にはあったんですけど、それ相談して、いやそれで食べていきますよみたいな話をしたら、失業保険っていうのは働く意思はあるけども働く場所がない人がもらうもので、であなたは働く意思はなくてそういう活動をしたいんだからちょっと違うんじゃないんですかって言われたので、ちょっとはもらいたい気持ちもあったんですけど、やっぱりそういうふうにアドバイスされたら、ちょっともらうのも なんか心苦しい気持ちが出てきまして、はいはいはい、結局失業保険はもらわないで、そういう毎日の活動を続けることにしました。それはいいですね。週末は山下公園で連行を多くの人と一緒にやっております。やっぱ一人でやるとここにネットでやってもいいんですけど、
やはり多くの人が集まって座禅、そして連行をやると全然エネルギーも違いまして、さらに山下公園すごい、観光客が来るようなところですごい手入れされてるんですね。海風を体に浴びながらやるのはそれだけで気持ちよくて素晴らしいことだと思っております。気候の資料を配ったり充実した日々を送っています。1990何年10月頃ですね、中央の新聞あって、その中に広告があったんですよ。あの広告は保認校の広告、日本に来る前にもともと気候愛好者だったので、広告に載ってる、電話番号にかけて、私が上野公園に行って、保認校を体験してみました。やってみたらすごくいい感じ。20代前半頃気管支炎を患っていたんですよ。毎年冬が近づくと喘息再発し、呼吸が困難になってしまうんですよ。その状態ですね、大抵月の年の6月頃まで続きます。呼吸困難になると結構苦しいですよ。保認校をやってから毎年少しずつ良くなって、約3年ぐらいかけてやっと喘息の状況消えました。腰が時々痛かったんですよ。でも保認校をやって、ある朝ですね、座禅、成功をやるときに、突然脊椎に一筋清流、上からピコまで流れて脊椎が貫通したと感じました。腰の痛み完全に消えました。気候教室ですね、1998年正月頃スタートしました。中華街のそばの山下公園、毎週日曜日8時から、でも参加は自由なんですよ。愛好者たち一緒に集まって勉強したり、学校したりしてるんで、もし地域の活動があれば、できるだけ参加してブースを出して、ブースのところでファルンゴのチラシ配ったり、花飾りを作ったり、配ったりしてるんですよ。私は2001年正月頃に子供連れて実家に遊びに行った時に、母に、いい素晴らしい気候の本があるのよ、見てみないって言われて、テンポリンの本を渡されました。気候は中国人にとって誰でもしてるような健康にいい体操のようなもので、自分も年取ったら健康のためにやりたいなとずっと思っていて、本を渡された時にすぐ受け取りました。本をもらってからすぐ読み始めたんですね。その本に書いてある通りがとても素晴らしい、心が打たれて、日頃の自分の言動を真善人に守ってるかどうかを考えるようになったんですね。意識の動作も母から教わって、子育ての合間に10分間あっても、やりたいなと思って意識ができるんですね。畳1畳のスペースあればもうどこでもできる。本当にその時やりたくてしょうがないんですね。本当に知らず知らず、すごく体調も良くなって、ずっとストレス感じると、胃が痛くなったり、胃炎になったり、胃がいようになったりもして、甘えちゃうんですね。それが、苦しかったんですね。それもなくなって、低血糖症、低血糖もに悩まされていたんですね。それも治って、本当に身も心も
楽になったんですね。はい、本当に感謝しています。連校と学校をやり続けることによって心が浄化され心身の状態もさらに素晴らしいものになっていると思います。これから皆さんとご一緒に元気に横浜教室の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。頑張りましょう。